揖保乃糸資料館そうめんの里揖保乃糸は、兵庫県で延べそうめん協同組合が有する、手延べそうめんの商標。清流播磨五川のうち、揖保川、千種川、夢前川、市川流域の辰野市、揖保郡太子町、宍粟市、佐用郡佐用町、姫路市で生産される。斑鳩寺の寺院日記、斑書引付中、1418年9月15日の上に、左面の記述がある。そうめんに関する記述として、播磨国では最古のものであり、この頃からそうめんの生産が行われていた。1865年、当時の辰野藩、林田藩、新宮藩のそうめん屋仲間のうちで、そうめん屋仲間取締方猿号文書が交わされ、品質等について取り決めたが、廃藩置県によりそれまでの藩の保護を失った。製麺業者は1872年に、明神講が1874年には、改易社が設立している。改易社設立時点の文書に残る製造業者は127名。1887年に、播磨国有東西両軍そうめん営業組合の設立を申請、同年9月9日認可された。初年度組合員は309名、生産量は、約116000箱だった。この2年後に、飾り西郡そうめん営業組合、4年後には、飾り東郡そうめん営業組合がそれぞれ設立された。1898年には、機械そうめんの製造を開始。組合員33名により16000箱が製造された。翌年には、辰野市上岡町に、三輪そうめんの産地の大三輪神社から勘定を受けて、そうめん神社が建立されている。1906年頃から、北海道、朝鮮等の遠隔地へ、販路の拡大を図り始めた。またこの年、特許局へ、三上の糸、揖保の糸等の商標登録を行っている。1922年に、揖保郡そうめん同業組合を、播州そうめん同業組合に改組。対外的には1924年に全国製麺同業組合連合会を結成し、事務局を辰野に置いた。その後生産量は順調に伸び、1931年には手延べそうめんの生産高が998,499箱と、戦前では頂点に達した。播州そうめん同業組合は1935年に消費市場で手延べそうめんと、機械そうめんとの混同を防ぐため機械そうめん業者を分離し、組合名を播州手延べそうめん工業組合に改めている。日中戦争が激化する1939年には政府により生産統制をかけられ、1945年7月3日の姫路大空襲では組合事務所を焼失するなど戦争の影響を受けた。また、この組合事務所の消失により、事務所を再び辰野へ戻している。それでも終戦を迎えた同年の生産は12万箱だったが、翌1946年には戦後の混乱により原料となる小麦が入手できず、生産量は約23000箱まで落ち込んでいる。戦後の復興で需要が伸びる中、1962年には播州手延べそうめん工業組合も水車製粉を廃止。大手製粉を取り入れた。この時、組合の名称を兵庫県で延べそうめん協同組合に改称している。1976年には分裂していた3組合を吸収合併し、播州手延べそうめんの商標を揖保乃糸に一本化した。そうめん業界への動きとしては、1966年に日本酒延べそうめん協同組合連合会を結成。事務局を辰野市に置いている。1993年、当時の12代理事長、塩谷茂樹が、手延べ製麺技能士の新設を労働省に要望、国家資格としての手延べ製麺技能士試験が始まった。様々な組合協同事業により、揖保乃糸は一大ブランドとなったが、塩谷は兵庫県西播磨、中播磨地域の主要地場産業の情報発信する。施設が必要と考えて、1997年に、揖保乃糸資料館そうめんの里を開設する。揖保乃糸。ありがとうございます。